おはようございます。おはようございます。今日はですね、あの会社の近く の, あの現場にちょっと来てるんですけど、お前が頭でやったんだね。はい、ブリキーってあのちょこちょこ出てるんで、であとこの後ろ姿ね、一本動画出てると思うんですけど顔出し NG の後ろ姿ですよ。でちょうどちょっと昼時、ちょうど今12時18分なんですけど、まず今一緒に飯食おうかということで、ちょっと一本動画にさせていただきます。ちょっとお前誰って感じなんだよ。ゆうくん。ゆうくんです。何やってんの？鉄骨飛びです。鉄骨飛び、はい。で、お前の強いなの？はい、ブリキの友達なんですよ、はい、たまたま、たまたま近くにおるでコンビニかなんか顔出したの、はい、昼でちょっと喋ろっかって感じで、はい、で、どうするって飛びます。完全に今来たんで、で、19歳、今年19です。今年19で、女子が今年25です。女子って本当に分かんない名前も俺は言えないから女子って言うけど、22だね。25か。で、大学出て、もう営業とか管理みたいな、ね、だってこれチャチャチャって、ね、やるんですけど、まあ現場行ってやってみたいというより本気でやってみたいんだよな、はい、で今、まあ、頑張ってます。現場楽しい、はい、後ろ姿が後ろ姿がシュールだしで、お前こう現場、まあ、あ、まあちょっと、まあ、まずいただきましょうか、はい、まあ、ちょこちょこちょっと声かけさせてもらうん で、ちょっと手合わせていただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。もう俺ちなみにあのすぐ目の前にコンビニあるんで、あのなんかこれ、今日はかき揚げ丼っすか？かき揚げ丼だね。お前がなんか胃腸壊しとるの？僕、今腸炎で、あの消化にいいものしか食べれないんで、蕎麦ですね。おじいちゃんか、お前腸炎とか言って。あ、もう飯食っていいんだか。自分、はい。お前こさらにこんな少ないやつ、お前食ってる。何て野郎だ、お前。あ、ゆうくんだな。ゆうくんです。あ、なので、鉄骨装備やってんだ。はい。今何歳からやってるの？中学卒業してすぐなんで、3年目か4年目ぐらいですね、今。本当？ずっと同じ会社？ずっと同じですね。おお、やっぱおるんだな、若い子も現場減った減ったって言うけど。はい。まあ、どう？職人結構多い。結構多いですよね、いますよね。頑張ってちゃんとおる。まあ、だらだら辞めたりするじゃなくて。まあ、お前もだってもううちで3年目ぐらいだろ？3年目ですね。確か友達の面接来たもんな。はい。で、もう一人のやつもまだ働いてるもんな。もう一人はもう辞めたらしい。あ、辞めたのあいつ。最近辞めましたよ。あ、まあ、辞めなかった。はい。うちの、まあその子専属じゃないけどな。はい。あの、まあ仕事すごいできるところで何人か若い人もいて、でそこでずっと働いとったんですけど、最近までおったよな。最近までいます。いつぐらいだ？1ヶ月前ぐらいに辞めたんです。あ、辞めたの。はい。でもまあ3年ぐらい続いたんだよ。そう言って。はい。女子を手作り弁当らしいんでちょっと見てください。自分で作ったの。こっち見るの絶対こっち見るのよ。美味しくない、ご飯美味しくない。今日はご飯まずいだな。でも現場女子やるやつってどんなやつなの？なんかインスタとかあるの？やんの？インスタは見るだけです。あ、もう投稿とかしないんだ、はい、じゃあ俺のがよっぽど女子っぽいな。俺のインスタ投稿し登録してる？いや、登録してる。いい感じでしょ。わばもう出さん。はい、しときます、しときます。こうやって若い子と喋っておると結構やっぱ職人は若手がいないって言うけど、おるとこにはおるんだよな。 でももうお前らもバカじゃないもんね。俺らの時ってさ SNS とかないから、はい、いい悪いも知らんけど、もうその怖い先輩のところでずっと働くとかさ、はい、そのノリだったわけじゃん。だから今っていないいないって言うけど、やっぱあそこいいよ悪いよっていう噂も結構聞くわけだろ。はい、ずっと働いてるんだ。で、その給料はいくらかか調べてネットで調べたりするんだ。お前全部食ってるやろ。いないですけど。いただきます。もうあいつ昼から怪我したらどうすんだ。頑張ります自分が。だってこいつなんかだって行っても3年目で現場任されてるんだろ。はい、最近ここ何ヶ月、ちょうど1年前ぐらいからちょこちょこ任されてますね。うん、で、ここも、はい、結構大変だろ。大変ですね。やりがたいことはタイルだもんね。このオレンジの見えてるところなんですけど、うん、レンガ状になってて、ここは塗らないんですよ。うん、で絶対汚しちゃダメなんで、うん、ちょっと大変ですよね。ちょっとお前もうちょっと寺西君ぐらい喋れや。期待できます。うん、はい、まあ言っちゃってもいいから、ちょっとこれ、まあ、カットになるかもしれんけど、まあ、寺西君って、まあ、コメントいっぱいくれるんで、まあ、伝えておくと、今も仕事しとるようになっちゃうの、普通にね。普通に仕事しとるんですけど、別に仲が悪い悪くないじゃないんですけど、年内にまあ辞めるって独立するんですよ、いい意味でね。うん、で、まあ、この間ライブでもちらっと言ったんだけど、炎上ライブでね。最初の方ね、またもらうときに。はい、年内にまあ独立するから、あなたはまあ、動画出てもらっても困っ
ちゃうもんな、やめてったら。そうです、うん、だからまあ違うコースは出なかったけど、使えんやつばっかりなんだ、うちのとその人すいません喋れんやつばっかりなんだ、うん、まあでもどう、楽しい、まだ3年やって楽しいですね。何が楽しい、塗装自体も楽しいんですけど、やっぱ現場任されるようになって自分の、うんうん、自分で考えて現場こなしていかないといけないんで、うんうん、考えるのも楽しいですね。あ、工程とかもあるしな、はい、であとまあ自分のやり方でできるんで、うんうん、まあその変なやり方だとダメですけど、うん、で、ね、現場チェックとか来るんだ。あ、来ます。まあうちはあれだもんね、プランナーとか営業も職人経験のある人来るんだな。はい、でその人たちが現場の検査来て、もっとこうした方がいいよ、あした方がいいよっていうのは、そうです、指導ももらうんだ。はい、自分でもってことだったら、まあ、現場任されんもんな。まあ、任されんすね、全然。ていうか、お前これ早くキスマークじゃねえか。いや、違うっす。お蚊に刺されたっす。ちょっと女子、俺にもつけてくれ。絵的にほっぺにいいわ。あ、話がなったと流れるな、俺。なにこれ、蚊に刺されたっす。違うだろ。いや、彼女おんの。彼女おるっすね。おる。はい。友達紹介しろ。お前、笑いすぎだ、女子。こいつはバカだろ、19歳だろ。19歳はギリギリストライクゾーンだな。あれ、カフェとか行ったりするの、女子っぽいとことか。行くことは行きます。あ、行くんだ。はい。なんだお前、調子乗っとんじゃねえぞ。家帰ってシーナだけ吸っとけ。そうですよ、視聴者の皆さんそうですよ。でもね、やっぱ女性がおると楽しいよね。はい、でもな、トミーだと何だろう。おらんすね、トミーは何だろう。そうやな、やっぱそれからなんかやる気ないようなやつだったらつまらんけど、はい、おるだけの女の子じゃなくて、あ、やっぱこうやって一生懸命やっとるじゃん、はい、で評判もいいじゃん、で楽しいよね、やっぱ。そうです、ね、で、お前いつも何嬉しそうでしょ。はい、ちょっと最近ちょっと嬉しいですね。どう、一緒にやっててどう、休憩多めになっちゃう。いや、そんなことないです。そんなことないです。普段喋らずにちょっと3割増しぐらいで喋っちゃう。いや、だってお前らが言って喋らんじゃん、あんま。でも全然喋らんすよ。嘘。休憩中もちょっと喋りすぎ。嘘。なんでお前張り勘とんだね、お前。でも会社おらんすごいタイプだって。俺みたいなタイプとか社長みたいなタイプとか、社長のこういうところが好きですとか、社長の優しいところが好きですとか、いろいろあるじゃん。やっぱ俺だ。やっぱ俺だろ。そうです。むせた、むせた。危ないよね。やっぱりな、俺思っとったんだわ。うすうす気づいとったんだわ。あいつが俺のこと狙っとった。やけど、なんか男で俺みたいにベラベラ喋れる、こういうタイプって結構持って。モテるですね。こいつモテるだろ、多分。どう思う？なんか優しいじゃん。で、ベラベラ喋らんじゃん。でもちゃんと芯がしっかりしよう。いや、それ僕嫌ですとかちゃんと言うじゃん。俺そういうタイプってモテると思うんだよな。逆に俺みたいにずっとベラベラ喋ってるやつってあんま嫌だろ、ほんと。嫌だろ。いや、お前、俺のどんな好きなのか、お前やめろけどよ。カメラの前で俺のことお前告白するのはあかんぞ、お前。なんだ、俺の財産目的か。面白いだね。お金欲しいです。お金欲しいですって、やっぱり財産目的じゃねえか。みんな最近女やってるんだ。キャバクラとか行くじゃん。俺社長なんだよねとか言うともう態度表現するもん。そうですか。あ、なんか飲まれますかとか言って、急に敬語になっちゃうもんな、この人。最初はただのハゲだと思って寄ってくるけど。カバクラ行くの？キャバクラ行かんすね、自分は。なあ、まあ、彼女で、はい、まあ、了解になるのまずいもんな、お前。はい、こちら、こいつマーク誰付き合うか。これは、うん、彼女ですね。ありがとうございます。やっと高いな。はい、待ってました。いや、これ、あのね、いつもよく言われるけど、ちゃんと許可取っとるからね、はい、俺。待ってました。やっときたって。なかなかこう、こいつ置いて、やたら喋るな。今日は仕事休みなんだ。今日休みっすね、雨降って。でも大変だろう、現場。大変っすね。朝毎日何時起きなの？朝今、5時20分起きっす。5時 ?20 分に起きて。5時20分仕事で叩かれる？いや、叩かれるっすね。殴られたりする？ですね。トミなんか殴られたら、俺なんかめちゃくちゃ殴られたぞ。いや、すいません。ずっと言ってたね。
じゃあ女子は現場任されたいとか、まあ、そこまで来てないか。まだですね。でも今楽しい。はい。すごいな。大学で飛んだでね、視聴者の皆さん。いい加減1年ぐらい。でも今結構現場女子多いよな。やっぱ体を動かすって本当一番楽しいじゃん。だろ、はい、でなんか成果が出るもん。俺も現場やってる時ってもうねマイナスないじゃん絶対。でもその営業とかそのまあいろんな経営とかってマイナスあるじゃん。でこれがどうなっていくかわかんない。YouTube なんか俺もあのライブなんかもマイナスどころじゃない。爆弾じゃん。ダーッってやるじゃん。だけどその現場って一個一個収まってるからやっぱ面白いと思うんだよな。本当に視聴者の皆さん、案外ね若い子って俺は戦力で今の若いやつはってよく言うんですけど、まあ俺も頭が結構幼稚なのもあるんですけど、なんか本当若い子多いよな。そうですね。うん、本当に責任感重い。でこの間もここお前らのボスあたりもまああいつはちょっと年だけど、はい、じゃあ辞めるって言いに来て結局辞めんかったんだけど、はい、何って言ったら責任が重すぎてすごい頑張ったもんなあれ。でも空回りしとったな、文句言ったりとか焦っちゃって、でそういうプレッシャーに潰れそうになって、まあ今ちょっといろいろまたやり直しとるんですけど、お前らも絶対現場ごとで数字もすごい意識しとるだろ。はい、してますね。どんだけでもそのぐらい、はい、だったら自分たちで残業してって。いやなんか今の若いやつはって言っとる人の方が多分俺はなんか人を使うのが下手くそなんだと思う。女子お前まだ食ったの？やっぱご飯でも食うようになった？はい。嘘。でも飯もめっちゃうまいだろ。本当そうなんだよ。今はもう働き方がお金だけがなんかそうやっていいじゃん若者って。お金だけじゃないと。どうあるじゃん、もっといい車乗りたいとかある？まあ、ないっすね。ない。自分も K でいいんで。なんでやんだろうな。何が目標？目標、とりあえず早く仕事覚えたいっすね、もう。でもそんなこと思うんだ。はい。プライベートで何か欲しいとかあるね。プライベートだと釣りとかするんで、釣り竿とかビールとか、うん、そっち系が欲しいっすね。うん、ああ、なるほどな。まあ僕は単車が欲しいっすね。ああ、お前単車だけ。もう事故ったらよ、お前。そうや、お前入って2年ぐらい原付で事故って。はい、事故って結構やばかったよな。半年ぐらい休んだの？いや、1ヶ月ぐらい入院して、うん、で、まあ通院とかあったんで。入院1ヶ月だもんな。はい、そこからまあ大体半年ぐらい休んでましたね。そう。はい。で、また欲しい？また欲しいっす。なんだよ、やめとけて。でもだってもう車の免許取っただろ。あ、取りました。もうでもバイク欲しい。自分バイク欲しい。なんで？なんかバイクの方が楽しいですね。俺もう免許取った瞬間、車の免許取った瞬間、他社なんか絶対乗らなかったよ。嫌じゃん、風当たるし。いや、それがいいんですよ。もうその別に台風のところ外出ればいいや。どうしよう、なんかあんの？なんか欲しいとか。いや、物欲はないですね。ん？なんかどっか物欲ないわな、お前な。はい。なんか聞いてるとあんまり服とかも好きじゃないでしょ。そんなにブランドとかそんなだよな。変わりないんです。ただ可愛いこういうのがいいとか、その見て可愛いとかそういうのがいいってことだよな。だから、はい、まあ、そんな感じか。飯も食い終わったし、はい、昼時にちょっと現場お邪魔して、ね、撮影にしないやつを無理やり解き伏せて後ろ向きだったらいいという曲として声だけ入れてと、はい、なんとかなりましたんで、またじゃあ面白い動画聞きますんでよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録といいねもお願いします。お願いします。またねー。マジでてめえ。どう、緊張した？緊張したっすね。初めてね。はい。どう、でも結構仲いいの？仲いいっすね。 いいっすね。インスタフォローしちゃうの？したっす。しました。しました。あの個人で、今ミッチーと俺と塗り替え道場のアカウントもインスタやって結構、まあ、投稿しとるんで、まあ、俺傾斜的なことちょっと書いてるから格好つけて。あ、そうですよ。勉強ね。まあ、結構思いつきとか傾斜の気づきみたいなことをちょっと書いてるんで、ぜひまたフォローしてください。はい。でこれからもお前うちの会社な。頑張ります。よろしく。